すげえな、レックウザ。ずっと破壊光線打ってる。あ、うわー。なんか四足歩行コンビ、かわいいな。夢？これは夢？いや、夢じゃない。そうだ。星の爆発に飲み込まれて、魂のままさまよっているんだ。どうなるんだろう。あ、ゲンガー。これは、ゲンガー。ケケ、肉痛。こんなんでくたばっちまったのかよ。ざまあないな。ケケケ、こいつをどうするかな。そうだ。ちょうどいい。このまま闇の世界引きずり込んでやるぜ。やめて。何？引っ張ってる。ゲンガーに引きずられている。ゲンガーは闇の世界へ引きずり込むって言ってた。闇の世界ってどんなところだろう。自分はこのまま知らない世界に捨てられてしまうのかな。え？ありゃ？どうやら道を間違えちまったらしいな。え？俺としたことが、どっちがどっちだかわからなくなっちまった。け、しょうがない。ここに捨てていくか。じゃあな、あばよ。え？どこここは？おい、ゲンガー？おい、おい、大丈夫。しっかりしろ。帰ってきた。あ、ここは？意識が戻ったぞ。おお、ゲンガーがここまで運んできてくれた？確かに。確かにあの時、ゲンガーが助けてくれた。やっぱそうなんだ。もしかして、肉痛もゲンガーに？よかった、生きてて。すげえ心配したぜ。あなたたちとてつもないですわ。無事でよかったです。ほんとよかったです。みんな、ありがとう。それより、星は？星は一体どうなったの？ネイティオ。砕け散った？もしかして。心配するな、星は破壊された。すぐではないか。自然変動も時期収まるであろう。一緒にいた仲間は？アブソルト。大丈夫、無事だ。本当に？やったよ、肉痛。うまくいったんだね。これで平和になるんだ。ああ、みんな、無事だ。何事もなく。特に隕石のかけらが落ちたとかそういうことでもなく。よかった。お前、ゲンガー。ゲンガー、お前、やっぱ、助けてくれたんじゃん。よかった。本当によかった。今日はお祝いだな。祝砲にハイドロポンプ打ちたいぜ。おっと、こっちはやめろ。向こう向け、向こう。いや、撃て撃て。冗談じゃないよ。私が逃げられないように押さえときますわん。いじめか？お、いいな、それ。これがいじめの現場です。皆さん。僕は？肉痛さん、サーナイト？サーナイト。すべては肉痛さんたちのおかげです。世界の平和がも、ま、守られたのです。本当にありがとうございました。そして肉痛さんの役目もこれで終わりました。そういえばそうだった。別れの時が来たのです。来たのか、とうとうこの時が。おい、体が。みんなに最後のお別れを。サーナイト言っちゃった。あれ？肉痛さん？肉痛！その体、どうしちゃったの？コロちゃん、そしてみんな、ごめん。今日でお別れなんだ。え？なんですって？
みんな今まで本当にありがとう。お前、消えるんか？ポケモンでの役目が終わったんだ。人間の世界に帰らなくちゃならない。なんと。人間の世界に帰るだって？え？なんで？どうして？よくわかんないよ、別れるなんて。せっかく友達になれたのに。そうだよ、五郎ちゃんとはいつまでも友達だ。ずっと忘れない。待ってよ肉痛。ああ。私肉痛がいなくなったら。ごめん、さよならだ。おい。みんな。完全に魂になっちゃったのかな。行っちゃった。肉痛！ああ、僕がいなくなった後の物語じゃん、これ。悲しい。肉痛さん、どうして？僕よくわかんないです。なんで？なんでいなくなっちゃうんだよ。俺は肉痛に命を助けてもらった。なのに俺はまだ何のお礼もできていない。ありがとうも言えぬまま、いなくなるなんて。本当だよ。こんな急にいなくなっちゃうなんてよ。せっかく世界が救われたのに、せっかくこれからって時なのによ。いや、肉痛のおかげで世界が救われたのだ。今思えば、天空に行く時の肉痛の様子は、まるで何かの定めを待ってたかのようだった。きっと肉痛は、肉痛は私たちを助けるためにポケモンになったんだ。そして、星を破壊した時が別れの時だと知っていたんだ。なんでもっと早く言ってくれなかったんだ。別れると知ってたなら、なんで教えてくれなかったんだ。そっか、みんなはあれか、サーナイト知らないのか。サーナイトのこと見えてなかったのか。分かってやれ、五郎ちゃん。うう、肉痛。あ、これ最初の時のあれじゃん。なるほどね。こうやってポケモンの世界に降り立って、でまた人間の世界に帰っていくのか。天に向かって登っている自分の魂なのかな。このままどこに行くんだろう。ん？声が聞こえてくる。サーナイト？友達が悲しんでいる。いなくなって初めてわかる。かけがえのない友達が。もし君も強く願うのなら、また出会うことができるだろう。え？へえ、終わった。プロデューサーズ。なんで英語なんだ。読みにくい。はい。実はね、ポケダンデラックス、赤の探検隊、青の救助隊のストーリーはね、これで終わりなんだよね。けど、まあもちろんね、縛りの内容は全部の友達と、全部のポケモンと友達になると。いうことで、エンドコンテンツまだまだあるので、終わらないっすよ、このゲーム。実際ね、僕、この後の展開覚えてないんだよね。どうなんだっけ？まあちょっとエンディング、カットしましょうか。多分この後一悶着あるんで。まあでもね、結構短いストーリーだと思うんだけど、濃い内容だったよね。だからこのストーリー性はね、僕好きなんだよね。不思議のダンジョンって結構こういうストーリーかもしれないけど、まあ、僕は赤の救助隊、青の探検隊、いっつもこれごっちゃになっちゃうんだよな。
が好きなんだよね、このストーリー性。このゲームエンドコンテンツストーリーと同じくらい用意されてるから全然終わりとかないんだよな。まあ、とりあえずエンディング見終わるまで一旦待機と。別れたくない、これあれか、最初の時に流れた BGM と一緒かな。もっと一緒にいたい、かけがえのない、大切な友達だから。おっと？帰ってきた。ゴロちゃん、ゴロちゃん。ただいま。ジ・エンド。ニクスとゴロちゃんのお話はこれで終わりだ。でもチャンネルズの救助活動はまだまだ続くぞ。この後からは新展開、あの伝説のポケモンたちがいよいよ登場だ。お楽しみに。